でもやっぱり小林さんのメイド以外はやりたくないのでやめます。ダメです。ダメですよ。もはやコック長の料理の味がお店の名物なんですよ。ネットの口コミもそういった書き込みがたくさんです。コック長、コック長、コック長。なら美味しくなる魔法の言葉を教えてあげますから、いいですか。人間の場合はまず魔法陣を書いて。おかえりなさいませ、ご主人様。おお、いいお店でやんすね。じゃあオムライスを2つ。かしこまりました。では美味しくなる魔法をかけます。要すべき影の王に盾まつらん下法をもって。随分個性的なメイド喫茶でやんすね。